に来てください。これで徐々にこう高くなっていく感じで、後ろの人も見えるように。じゃあちょっと聞こえます皆さん。じゃあさっき俺たちの旅ってありましたね。じゃあそれ歌っちゃおうかね。もう36年前の歌なんで、めちゃくちゃ古い歌ですけど、昔下駄履いてる時にやってたやつなんで、じゃあその俺たちの旅聞いてください。宮城に帰ったらっていう歌があるんで、じゃあそれを
歌おうかな、あのお名前が出てきたりなんかするんですけど、あの脚本家の工藤官九郎さんっていう人と二人で歌ってるんですけど、じゃあその歌を、ちょっと聞こえにくいなと思ったらこれだ、じゃあ予定聞いてください。島のカキ食べる。
Oh.
23歳の時の歌ですけど、あれからもう38年経ちました。じゃあ二十歳くらいの時に女川の歌って作ったんですよ。私の街っていうタイトルなんですけど、まあ石巻線で女川一生のそこの入るとトンネルがあって、トンネル抜けてすぐ駅があって、ホームがあって、駅出るとすぐ海があってみたいな、そういう景色をただ歌ってるだけなんですけど、じゃあ私の街っていうのをちょっと聞いてください。山の色も
自分の作った歌で涙ぐんでしまったやべやべねえ、またあの今歌ったような景色がね戻るといいですよね。おじゃあの最後に、恋人も濡れる街角っていう歌があるんで、じゃあそれを、街角。